皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで今回は本日から家庭用のみで登場したトッテナム CS レベマの紹介やっていきたいと思います。まあフィーチャー選手のもう位置づけはなんとなく分かってると思いますが、基本的には GP ないけどこの選手欲しいみたいなね、選手がいれば引くみたいな感じでいいと思います。ちょっと無課金の方がね絶対引いてほしいというガチャではありませんが、なかなかねコインをねここに突っ込むっていうのは難しい選択ではあると思うんですけど、どうしてもここに突っ込んでもいいという選手がいれば引いてみるのはありだと思います。まあ、基本美課金とかの方で GP ない人向けですかね。はい、ただ美課金の方はね、来週いろんなプレミアムアチーブメントといって、パックなんかが来るので、そちらもお忘れなく。今回もレベマ数値一例としてね出していますが、あくまで一例ですので、参考程度に。そしてチームスタイル適性振ってますのでその分気をつけください。ということで行ってみましょう。はい、まずは金からいきましょう。今回トップ強化オフェンスセンスになっています。7レベといいですよね。7レベにしてくれてますね。しっかりと強くできそうですが、まあまあまずまずですよね。身長が188ありますので、まあ、身長の高い選手は、しっかりと足元、あとはスピード瞬発にね振りたいんですけど、ちょっと難しいですね。瞬発が65なのでここはさすがに伸ばしきれないと。だったら他の部分を強化してあげるといいのかなということで、今回オフェンスセンスを95にして決定力も90と、もう得点はもう負けませんよみたいなね方がいいのかなと思って、そんな感じとしてみました。で、足元はある程度ね振ってあげると数値高くできるので、振ってあげたいところかなという感じで、まあ圧倒的な得点力と逆足使える、しかもコンディションの波も小さいなので、まああまり調子を落とすことはないということで、まあそこは評価できるんですけど、まあ圧倒的、まあスピード瞬発はそんなに速い方ではないので厳しいところと、あとはまあ身長がある分、まあスピード瞬発はもう少しあると嬉しかったですかね。まあアグレッシブネスが70ということで、前線からねちょくちょくボールをね取りに行ってくれるのかなというイメージでしょうか。前作あったワンタッチパスがなくなったのは非常に残念です。今作はエアバトルなどが追加になっているっぽいですね。ラインブレーカーは継続中。ただショートカウンターとか使ってるかと、ポイント結構奪われてしまうんで厳しいと。はい、続いては今週このガチャの大本命ソンフンミ見ていきましょう。30万 GP がワンコインで、ワンコイン100コインか、獲得できます。なんと90をね作ることがね結構できて、ショートカウンターも70なので、ショートカウンター使いの方は本当に2ぐらい振れば OK なんで、なかなか良さそうで、しかも7レベとしっかりとレベル上限も少しだけ高くしてくれてます。逆足最高と高い言うことありませんし、コンディションの波小さい、ここも言うことありません。で、適性も言うことない、本当能力も言うことないし、まあ、インサイドレシーバー苦手な方は CFST とかで、使う必要があるかなと思うんですけど、まあ、得点力90に乗せられたり、スピード瞬発もほぼ90でありながら、まあ、足元系もそこそこに能力強化できますし、スタミナだったりとか、キック力も80越すことできて、カーブも80超えるんですね。しかもスキルダブルタッチ持ち、コンカミドルのシュート系に、あとはチェイシング持ってるので、スピード瞬発ここまであってチェイシングがあれば速いプレスもかけられるので、高い位置でねボールを奪えるチャンスもあるかなっていうところですよね。まあ、欠点挙げるとすると、まあ、身長の割には空中戦にそんなに強くないってことですかね。まあ、欠点といわれる欠点ではないかな。はい、言うまでもなくこのガチャ大本命だと思うので、本当ソンフンミ欲しいか欲しくないかでこのガチャ引くか引かないかっていう話にはなりそうですよね。はい、ということで、まあ、通常と比べると実は今回割と FP 頑張っていますね。自分が今回ね育成の参考に作った、数値を通常で再現すると割といい勝負していて、どちらかというと、いやフィーチャーの方が強いのかもしれないみたいなね能力完成します。いや狙ってもいいんじゃないかなと思いましたね。はい、続いてロリスです。まあゴールキーパーはもう本当 GK 能力一点集中型でいいと思うんですけど、こちらは6レベということで、なんでレベル条件がね下がったのかちょっとよくわかりませんが、まあ身長188センチでこの能力ぐらいだったら、なんか通常のね、他のキーパーでも十分かなって感じです。まあコンディションの波普通も、まあ今の環境だと厳しい状況ですかね。はい、続いてクリスティアン・ロメロいきましょう。こちらもまあコンディションの波普通ではあるんですけど、まあ能力は割と強そうなので、今回はディフェンス面必要なところ、中心に振ってみました。こちらもレベル上限も6でしたね。なんで7と6のね差があるんでしょうか。まあ、185センチと、まあ、身長、まあ、サイズ的にはねそこそこではあるんですけど、まあ、空中戦の部分ではそんな高さをね生かされるみたいなね
攻撃をしてくる方はそんなに多くはないとは思うんですが、まあ身長が長いと足が長い分取れる範囲がねちょっと変わってきますので、本当その点が身長ねあると有利かなって感じです。あとはサイドバック薄い適性あるんですけど、ここが本適性だとまたね評価は少し変わったかもしれません。スキルブロッカーとかあるとさらに良かったですね。はい、続いてクルセフスキー行きましょう。本当クルセフスキーのいいところは適性の広さですよね。本適性がたくさんあるところが非常にいいところです。特に CMF とかもできるので、まあいろんなねフォーメーションに当てはまるこの選手の特徴ですね。ただ上限がこっちも6ということで、なんで6なんでしょうね。ちなみにチームスタイル適性ほとんど60なので、まあポイントはどのチームスタイル適性でもね4ぐらい振ることになりそう。はい、まあ結構万能タイプのインサイドレシーバーという印象なんですけど、その中でも足元瞬発だったりを強化してみました。まあ、パスに振ったり決定力に振ったりそちらでもいいと思いますし、まあ、スピード84から4上げで88ぐらいにしてあげるのもいいですよね。ただコンディションの波が普通なので、そこが本当今の環境だと心配というところですかね。はい、続いてホイビアです。ホイビアに関しては割と守備能力がね高いので、そこ中心にね振ってみました。スタミナも90にできます。まあ、あとはですね瞬発がちょっとねどうしようもなかった62スタートなので、まあ、割と振ったところで65とか70まで持っていくのも大変なので、それよりは他の特徴、まあ、スピードに振ったり足元に振ったりでいいのかなっていう感じです。今回トップ強化グランダーパスで80超えてきたのは良かったですよね。ただこちらもコンディションの波普通なので今の環境だと絶妙に厳しい。ただ上限7ということで、この6と7とね、差は何なのかよくわからないですが、スキルもミドルシュート、ワンパス、ルーパス、インターセプト、いいもの要所要所で抑えてますよね。B2B 持ちと攻守にわたって活躍してくれるんじゃないでしょうか。この後ベンタンクール紹介するんですけど、まあボックスとボックスの2人は、なかなか優秀なので、中盤ちょっと困ってるなっていう方は狙ってみるのもありかもしれません。はい、続いてそのベンタンクール行きましょう。こちらは結構バランサーですよね。どこ上げるか本当悩んだんですけど、スピード瞬発は上げたいのと、あとは守備面上げたかったのでそこら辺中心に上げてみました。今回は6レベですね。まあ身長がある方なので、まあ、スピード瞬発は割と振っておいた方が扱いやすくなるのかなというところ。足元振ったりパス振ったりもその辺は人によって特徴作りがね分かれるとは思いますが、フィジカルとかも振りたいもんね。ちょっとポイントが足らなさすぎた。こちらスルーパスがないのでそこはちょっと気になる方いるかもしれませんね。ワンタッチパスとかインターセプトとかいいスキル持ってはいるんですが、スルーパスとかもあればなお良かったです。ただコンディションの波が小さいなので、今まで普通の選手で数多くいましたが、その中でもコンディションの波小さいなので今の環境にもフィットするのかなって感じはします。はい、最後エリックダイヤーです。上限ご覧ください。5です。なんで5な。適性が広いのが特徴で、中盤からセンターバック、右サイドバック、いろんなところがこなせるのが特徴的。まあ自分が使うなら DMF とかかな、守備的な中盤として使ってあげるっていうのがいいのかなと思いますが、まあ、身長188で中盤にいてスピード瞬発がこれぐらいだとちょっと重みは感じるかなって感じです。マンマーク持ってないんですけど、インターセプト、ブロッカー、この辺のスキルは持ってるということで、スキル追加でマンマークとかできるというんですけどね。こちらもコンディションの波は普通になっております。本当ライブアップデートなんか急にね B とかつけてくれればいいです。まあ取ってたも全体に言えることですけど、コンディションの波がね、かなり肝にね、なってくるのかなって感じです。はい、ということで今回トッテナム CS 見ていきました。いかがだったでしょうか。ソン・フンミンです。本当ソン・フンミン持ってるか持っていないか、その点はね、よく検証していただいて、獲得目指してください。ソン・フンミン、まあ、持ってる方はね無理に引く必要はあんまないかもね。特にソン・フンミン狙っていたよという方は引いてみる価値あると思います。ただ来週ねいろんなパック来ますので、その辺もお気をつけください。はい、ということでこちらのチャンネル e フットボール情報を紹介しております。チャンネル登録していないという方はこの機会にチャンネル登録を。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。